はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクです。そういえばハンドルネームお伺いしてなかったですね。どうしよう。マーク・ハミルの、ワーワーの音を弾いた方、お客様です。はい。5箱、ジャーニー・トゥ・ラスト・ジェダイですね。こちら5箱のパーソナルブレイクです。先週ね、日曜日か、土曜日か、どっちだっけな。在庫なくなっちゃったんですけど、今日、再入荷しました。あ、そっか。メンさんが、パーソナルブレイクで、あと、店頭でもう売れて一回なくなっちゃったんですね。で、今日再入荷して、パーソナルブレイク5箱です。通販とかでもね、相変わらず好評ですね。今7999なんですけど、はい、もうそれでも全然安いです。はい、ジャーニー・トゥ・ラスト・ジェダイはワンボックスに、サインカードが必ず一つは出ます。まあ総生産数でのという形でね、まあ1枚出たり2枚出たり、過去の動画見ていただくと2枚出るのも結構ありましたよね。プラススケッチカードかバッジという形です。スケッチカードはケース12箱でだいたいまあ3から4平均ぐらい。まあ3平均ぐらいが多いです。はい。で、残りはあとバッチですね。よいしょ。まあでもサインが箱1ということで、まあ生産数もそれにやっぱり少ないと思うので、シリアル入りサインが出やすいです。一応アニメもいますけど、ハンソロ、ね。ハリソン・フォード、レイとか、上位陣もサイン書いてますんで、まあ狙えなくはないですという商品ですね。まあもう、うん、もう少し安定を求めたい方は普通のラスト・ジェダイの方がいいと思います。はい、24パックなのでね、何か喋ってないとつまらないので、はい、ということでちょうど終わりました。よいしょ。はい、じゃあ一つ目ですね。合計5箱このようにやっていきます。もうね、インサートこう2枚パラレルと続いてますけど、まあこの辺に全部入ってます。ですのでもうチャ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 っと見て、はいはいっていうぐらい、チャチャチャっと、はいはいぐらいで大丈夫です。間違いないです。はい、50シリですね。お、いい、はい、コツですね。3の50。まだ出てないですね。あ、サイン出ちゃった。ダンスモールだ。オレンジオートでした。オレンジオートは16の25。オレンジオートダンスモールです。はい。オレンジオート。で、パラレルも大体、まあ、ね、199、さっき50出ましたけど、だいたい箱で2枚ぐらいですね。帰ろうね。パラレルですね。とシール。あ、バッチでした。はい。ペンペンの、はい、ルークです。両方オレンジオートとオレンジバッチでしたね。84の99。ポーグ。なんでポーグ？はい、ということで1箱目終わりました。一応ちゃんとレギュラーカードも、全部取っておきます。で、週末に
お越しになるということで、シリーズ2もねちゃんと撮っておきます。はい、で2つ目、今日合計5箱ですね。オレンジオートのダースモール、まあうん、まあまあだと思います。まあこれね、ジャニー2の場合はスケッチカードがまあまあまあ他のプロダクトと比べるとまあまあ、うん、全長的にはあれかなっていうのが多いです。ブラック&ホワイトもまあ、うん、アベレージは高いと思います。参加アーティストの頑張ってるなっていう感じはします。プロダクトによってね、ちょっとねスケッチカードでも最低基準の高いやつと低いやつとかあってね、やっぱあれですけど、まあジャーニー2はだいたいケース3ぐらいですけど、まあそこそこぐらいのはちゃんと見てるんじゃないかっていう感じはします。じゃあボックスで2ヒットで、サインは1枚確定で、もう一つはサインかスケッチか、バッチです。サイン2枚はっていうパターンもありますんで、ただパラレルサインとかだとハイテックの方がプライスがしっかりついてる場合が多いですね。テックの場合はオンカードが多いんで、まあ、その影響もあるとは思いますけど、はい、2つ目です。よいしょ、お、ハンソロのシール、それにサインが載っててくれっていう、あ、サインで、はい、ミスターチュイグリード君、はいね、グリード君の頭の消しゴム売れないかはい、199、サインはグリード君でした。まあ大体エブリケース、はいいますね。パラレルで出ちゃうと、悶絶ですね。よいしょ、はい、199、これもかっこいいですね。ん、バッチですね。大事でしょう。注意、はい、注意の注意武器のバッチです。ノーマルですね、枠が白いものです。で、一応ツーヒットは出ちゃってるんで、もう一個来たらアディショナル、まあ、なくはないですけどね。どうでしょう、金パラか。はい、25枚限定半ソロです。でも4の25、はい、3個目、今のところダースモール、グリード、バッチ、バッチですね。みんなスターウォーズのサインね、ボックス買われる方は、グリード、アクバー、あと、もじもじくん。そこはね、乗り越えていかないといけないところです。必ずそのね、3人はね、
あの出す運命にあります引く運命にあります。ジャーニートゥラストジェダイを5箱パーソナルブレイクです。前回最後のケースはあのファズマね、メンさんパーソナルブレイクで出たんですけど、あのご存知なかったようで、めっちゃ当たりです普通に当たりだと思います。ゲームオブスローンズとかね、あの女優さん出てますからね。よいしょ。よいしょ。あと2パック。よいしょ。はい。50シリ。これもかっこいい。パラレル構図がかっこいいのばっかりですね。はい、まだ出てないか。出てないですね。これだ。パープル色。はい。何でしょうこれ。わかんないな。はい。セール。荷物持ち。パープルですね。はい。クラッシャー。ヤン・ホワイスさんですね。これは声じゃないのかな。中入ってる方なのかな。パープルオートですね。99枚限定88番。ですね。はい。乗り越えるところです。199。注意のサインがいいんですね。あともう、ワンヒットありますね。199ですね。また最後かな。あ、スケッチっぽいっす。はい。おーおー、ファズマーだ。一瞬真っ暗なところをこう、こっちからこう来たとき、あ、これやばそうと思ったんですけど、いいですね。はい。はい。ブルースさん。ね。スケッチカード出ました。結構いいですね。雰囲気がね、出てます。はい。ファズマ。スケッチ出ました。はい、で、あと2つですね。サイン、サイン、スケッチですね。あ、サイン、サインっていうかね。サインは、箱1で出てまして、バッチバッチスケッチですね。あと2箱。この後に、15のクロームも2つ頼まれてますんで、開封してすぐ開けます。今4時ちょっと過ぎたとこ、12分ですね。今日もいろいろ再入荷の商品、新入荷もありますけど、入荷してますんでね。
スターズ系もまあ一通りは再入荷しました。テック等も再入荷しました。最近出がいいんでよく売れてます。テックはね、買わないとわからないですでもまあちょっとしつこく買えば当たります。そういう感じですね。最近出がいいですね。一列にしちゃった。よいしょ。はい、じゃあ、4箱目。バッチ、オレンジバッチのフィン、87-99 です。オレンジバッチ199ですね。あ、後ろに、はい、ジェリアの親父がいました。あとはもうサインがもう一枚ですね。バッジが出てるんでサインがもう一枚です。ここですかね。うん、これだ。黄緑だ。ノーマルオート大将、せーの、はい、ビビートの動かしてない方ですね、これね。デザイナーさんの方かな。デーブ・チャップマンさん。よく動かしてるブライアンさんは、ツイッターで、発売前にね、書いてまーすって載っけちゃってるんですけど、いいんですかねっていう感じですね。はい、50シリ。38-50 ですね。はい。で、4箱目が終わりました。はい、で5箱目です。これで最後ですね。5箱目です。これが終わった後に、Chrome の15ですね。これ2箱、パーソナルブレイク受けてますので、すぐやります。この5箱は、引き取りですよね。
あともうちょっとですね。ちょっと待ってくださいね。はい、5拍目です。これ最後ですね。はい。オレンジパラですね。32-50。これもいいですね。ヨーダとルーク、修行中のね。199ですね。シールですね、今の。サインです。はい、大将、せーの。はい。ドドンナ将軍ですね。89-99 です。パープル。199ですね。ん？スケッチだ。スモークか。よく書いてますね。書き込んでます。一瞬ちょっと悩みましたけど、スモークですね、これ多分。ね。はい。寝てないよっていう目が光ってるっていう。はい。ダンさんかな。はい。スケッチが出ました。はい。で、5箱終わりました。サインは5枚。スケッチ2枚。バッチ3。という感じですかね。はい。じゃあまたよろしくお願いします。週末、ご来店予定ということで、箱にしまっておいておきます。はい。じゃあまたよろしくお願いします。